肌寒い博多駅でございます。結構朝早いんです。さあ、今日はですねどこに行くかと言いますとですね、なんととある選手のお宅にお邪魔してロケができることになりました。バスケ選手の家ロケというのはなかなか今までなかった映像が撮れるかもしれません。僕もねさすがにこれだけバスケ選手と付き合いありますけど家に遊びに行ったことないんですよ。面識あるんですか？あ、もちろんもちろん、面識があって、家行かせてやっててこのもう、さあこちらですね。やっぱりみんなもねバスケ選手のプライベートもね気になると思いますので、ここを開けてもらわないとダメなんでね。なんか最新や。はい、あ、すいません。はい、さあボイスヒントが出ましたね誰でしょうか？アメリカ人ではない。アメリカ人ではないことは確定しましたねよし、さあそれではピンポン鳴らします。さあ誰が出てくるんでしょうか？おはようございます。出ました、楊天翼選手です。ようこそ。赤ちゃん抱いてる天聖天聖くん。 YouTube 版 YouTube 来たよ。うわ誰だキョトーンです。ちょっとじゃあお邪魔させていただいていいですか？すいません。うわー、いいですね。バスケ選手って感じですね。確かにくすむね、かっこいいかもな。お邪魔します。奥様だ。奥さんです。綺麗な可愛らしい奥様。うちの自慢の奥さんです。ねえこんにちは。こんにちは。お若いですね。何歳ですか奥さんは？27です。あ、若いねえ飲もうたねえじゃあちょっとその辺のことも含めてお話を聞かせてほしいんですけども、はいはい、綺麗してますね。いやそれはもう田村さん来るっていうから。え、いや昨日の試合後に片付けをしましたそうやんな、ごめんな。あ、そんなこともあるとは思いながら、ごめんなと思いながら。いえ早速この壁に、うん、なんすかこのリングの、これはめっちゃかっこいいやつは。これはもう僕がスターの趣味でポスターを飾っただけです。リングを下から撮ったやつです。へえ、なんだ、元売ってたやつ？売ってたやつです。へえ、どこで売ってたん？インターネットっすね。あ、ネットで。ネットで見けて。いいのあるやんと思って。拡大してわざわざフレームも買って。そして天聖くん。天聖くん、5ヶ月になります。5ヶ月？うん、え、パパ、あ、I love パパって書いてあるやん。そう。可愛いね。僕が無理やりつけた。怖いか？あ、怖い。ごめん。ママ抱く？抱いてくれるんですよ。いやー、すげえ、ちゃんとパパしてるやん。抱っこがもう慣れてるもんね。そうっしょ。もう赤ちゃん大好きやろ。大好き絶対そうやと思うわ可愛いもん。まあ、可愛いけどな、うん、奥さんにやっぱ一人ちょっと嫌か。びっくりしてる。嬉しそうやな。あれ明らかに筋力がないときより機嫌がいいそうなんパパ嫌よかったまあ、美形っすね、うちの子は。おや。めっちゃ見てる。どう、上目遣いで見られた時の天性は。おや。キュンってなるでしょ。かわいいけどね。よかった。結構僕、協力的っすよ。ああそう、はい、イクメン。イクメン大好きだからおむつも喜んで買えるし。うーん、めんどくさくない？うんこ。いや全然手にうんちついたりするときあるやん。あ、全然もうペロっていきます、ペロっていきます、ペロっていきます食うないやもうそんぐらい可愛いっす、ほんとに。まあ、分かるけどな、ちゃんとしてんねや。まあ、もう奥さんどうですか彼のイクメンプリは。協力してくれる。おー、そう、もう満足。満足です。強いて言ったらこれもうちょっとこうしてほしいとかっていうのは。あ、なんかある。いや、なんか最初の頃はやっぱ自分のペースでトイレ
トイレ行ったりとか、いろいろ、もう本当自分のペースを崩さずに、って感じだったんですけど、ちょっとずつ、私も言うようになって、いやもうそういうのじゃなくて、子供中心でやってって言ったら、もう今は結構やってくれます、何でも。8時に僕がいつも起きてくるんですけど、うん、やっぱどうしても最近なんだろう、睡眠対抗が始まって、うん、今まで6時半ぐらいまでいっぺんにブワーって寝てくれたんですけど、うん、今もう2時、5時、6時、うん、7時で起きて、もう本当にもう朝起きたら妻がもうこんなになってるんですよ、ヘロヘロなって、だからもう寝てきてって言って8時から10時ぐらいこう2時間ぐらい、えらいな、その間僕が天性を見たりとかしてて、ああそう、へえ、うん、まあでも俺は夜強いね、あで嫁さんが夜弱いね、はいはい、だから夜はもし泣いたりとかしたら俺がやったけど、じゃあボリューでも上げれないじゃん。いやもちろん当たり前だろ。どうするミルクですか。ミルクミルク。あでも一から自分で作って。うんうん、で一応聞くけど嫁に毎回起こして。ああそうなんです。あのなんていうんだっけ、なんか単位忘れたけど、うん、なんぼ100 140、うん、だいたい今200って。ああ飲みますよ200って。飲まへんねんけどなんか分からんけど嫁はいつも200って。毎回言う、大体余んねんけど、いやもう140よかったんじゃんとか思いながらずっとまあやってたけどね、一応それなりは。すごいプロポーズやってたじゃないですか、はい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 、あの時の心境あの時の心境ですか。いやもうそのままですね、もう人生に一度しかないプロポーズを僕はなんか思い出にしたいと思ったんで、社長がその時熊本の代表が一応冠婚葬祭のスポンサーがエルセルモっていう会社が、はいはい、入ってるよと、うん、そうそう、でもしコラボして公開プロポーズしたらどうだどうだみたいな言われてどうだってそうで僕も、はい、確かにいいチャンスだなと思って、じゃあぜひこうお話しさせてくださいって言って打ち合わせが始まってからで、ほうほうほう、天皇杯の遠征先でグッチのお店に行ってお父さんお母さんに電話して指輪の番号を大きさを聞いて、で持って帰って遠征バッグに入れて帰ってきて、目の届かないところで遠征バッグから出して隠して、で当日になってまたこっそりこう自分のユニフォームの中に入れて会場に行って、で会場の人に渡して今日プロポーズするんでって言って、でいろいろ花束も全部用意してもらって、でセリフなんかはもう飛ばないようにもう毎日練習の行きと帰りの車の中でこう反復練習をもう声に出して僕はやってましたね、はい、シューティングと一緒やもん、そうそうそう、勝った時のコメントと負けた時のコメントも両方考えてなるほど、はい、結婚式の準備もしてたんやな、いやそうなんですよ、で本当田村さんもよくしていただいて、田村さんにも紹介状を全部送っていただいたんですけど、ね、急遽地震が起きちゃって熊本地震が起きて、うん、じゃあ今回はちょっとやめにしましょうつって結婚式もできなくなって、うん、はい、もうこればっかりはもう誰も悪くないけどダメージはあるよね、やっぱ ね、 そうですね、準備してて、もう本当ギリギリまでもういろんなことも全部準備できたとこだったんで、やっとできたよ言うて、そうです、多少喧嘩もあったでしょ準備で、あったっけ、ないなかったと、なんなんどんないい夫婦なん美男美女でなんなんやりすぎやろ、いやいやうちなんかどんだけ喧嘩したか、本当すか、結婚式の段取りでもっと早く確認取ってよとか、もう先輩のスケジュール分からへんやろとかって、いやでも大変じゃないですか田村さん、いや大変やったよ、いや一緒やで大変さは、ねえ、なんなんパーフェクト夫婦やりけっそ、全然全然それでまあじゃあちょっと残念ながら結婚式はあげる、その年はもう延期で次の年に結局もう一回こう全員に招待状を書くのは結構大変だったので、うん、もうやめて、うん、もう身内だけで、うん、で妻の地元の天草で、あ天草出身なんや、はい、
い、カメラ撮るといいな。どう、それだけいいみたいな。どうですか？ブルルルよかったです。プロポーズして、でこの子、はい、プロポーズがあったからってね、嫌がるんですよこのヒゲを。ヒゲがあるからな、痛いからね。うん、そして普段はコールオブデューティーやってんねんな。そう。いや普段でもできないんですよ。まあそうやな、今はな、うん、もう次の日がオフで、うん、彼女たちがだいたい9時10時ぐらい寝た後にヘッドホンつけてマイクして、あのアレクとかミツダとかと一緒にやってます、うん、やってで俺だけは今そこにできるからできるからっつって、ほんまに隠れてる時よ。そう、声出せないから。皆様もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てねー。